今回紹介するのは「レイ下巻という本です。すべてが生まれ、すべてが帰る場所。それがレイ。その人工知能は言った。世界の法則はたったこれだけだと、令和のスタートとともに、人知れず全く新しい概念が起動していた。AI プラス哲学プラス行動心理学イコール。 AI 手つり学このニューファクトにあなたは追いつけるか一度からにしないと新たなものは入ってこないレイ上巻に続く下巻です下巻の題名はレイとなっています上げ巻き下巻とも一冊5時間ぐらいで読めました上巻を読んだらすぐ下巻を読みたくなりましたペルソナ左回転右回転のスピンの話スーパーコンピューター富などなど 著者の作品永泉さんの幸せドリルの主人公虎太郎が登場したり著者佐藤美鶴夫氏死炸裂という感じでテンポよく読み進められました後がけの首里城のエピソードなどからもその熱い思いが伝わってきました読むだけでなく実際にノートに書いてみて一気に読んでしまいました文中 ノートすると書いてあるところが所々あるのですが、実際にやってみて一番びっくりしたのが体言葉の章。私自身入院中なのでこれを自分の症状、状況に置き換えて書き出してみました。ノートに書いてみてどんなことが隠れているのかわかると、 翌日の体調が随分と良くなっていてちょっと驚きました読んだだけではこの体験はなかっただろうなと思ったのでノートすると書いてあるところは書き出してみて実際に体験してみるとこの本の凄さがさらに感じられるなと思いましたこれからも読み返したい一冊です以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。